コンスタンティノスは第88代ローマ教皇。出身はシリアである。708年2月4日に先代の死にウスが急死したため3月25日に教皇に選出された。教皇就任前は副助裁を務めている。コンスタンティノスは第84代教皇だったセルギウス一世の時に東ローマ皇帝のユスティニアノス二世との間で 行われていた、教会会議の条約交渉を再開し、711年に、コンスタンティヌス教皇は、ユスティニアノスニセイとニコメディアで会見して、要求を受け入れることなく、教皇が皇帝に生体を配慮することでは僕した。この会見の直後、ユスティニアノスニセイは、ケルソンに軍隊を送って報復しようとしたため、ケルソンの住民が反乱を起こし、これが原因で、 軍隊も反乱を起こしたため、ユスティニアノス2世は処刑された。新しい皇帝となったフィリピコス・バルダネスは、異端の単位論を提唱してコンスタンティヌスと対立し、またこの反乱の余波で、ローマでも反乱が起こって教皇は、鎮圧に努めざるを得なくなる。フィリピコス・バルダネスが713年に失政により、廃されて、新しく皇帝となったアナスタシオス2世は、 ユスティニアのスニセイと同じように強行と和解し、正当派の協議を承認した。このため、東ローマ帝国とは親密な関係に落ち着いた。715年4月9日、在位7年15日にて死去した。ありがとうございます。